行き交通振動バスターミナル行き交通、本町バス停行き交通株式会社は、長崎県の行き島島内で、乗り合いバス事業及び、貸切バス事業を行う、バス事業者。会社設立は1919 19年12月27日。本社所在地は、行島の浦町東フレ575番地に、勝本バス停に接近する、 乗り合い車行き島の中心部である島の南西部の旧、郷野浦町中心部にある、郷野浦本町バスターミナルを中心として、島内各地域に乗り合いバス路線を持つ。郷野浦と島外との交通の拠点となる、郷野浦港、印通り事港、足部漁港、行き空港の間では、船舶や航空機の発着時刻に合わせて、路線バスを運行している。 地元島民と観光客で扱いを明確に分けており、島民向け時刻表には、視線ダイヤを細かく明記する一方、観光客向け時刻表ではこれらが省略され、観光地への時刻を重点的に紹介するなど違いがある。1日乗車券も、観光客に対しては毎日発売するが、島民には土日にしか発売しなかった時期が長かったが、2017年4月から1日、 乗車券の発売を平日でも全島民に発売可能とした一部を記載。河野浦地区の振動、または本町を起点として各方面へのバスが運行されている。同じ行き先でも経由地の異なる路線が複数存在するため注意が必要である。河野浦港では連絡バスの河野浦方面行き、または行き病院行きのシャトルバスのみが運行され、 他の便は運行されない。他の地域へ向かいたい場合は、本町で乗り換える必要がある。河野浦港と本町は約 1km ほどの道のりである。河野浦方面や石田方面から足部港へ向かいたい場合、方向幕に足部の記載があっても足部港まで行かない便がある。足部と足部港は異なるバス停であり、最大経路でも 2km ほど離れている。 足べ港まで行きたい場合、方向幕に瀬戸、または足べ港と記載のあるバスであれば、足べ港へ直接向かう。あるいは、石田方面から足べ港へ直接向かう便は、非常に少ないため、一旦足べまで乗車して、足べで前述のバスに乗り換えるか、2km ほど歩く。逆も同様である。甲の裏を午前中に出発し、行きとない各地を回り、 昼間に午野浦に戻る午前コースと午後に再び島内を回り、夕方に午野浦に戻る午後コースを各一本運行している。午前と午後で回る場所が異なり、両方をつなげて追日コースとすることも可能。12月頃から春の初め頃までは運休する。貸切専用車貸切部門の強化を図りながら車両の増車を行っている。貸切専用車は、 軽1 0台を保有。このほか、湯の本、勝本、足部、瀬戸、石田に折り返したい企業駐車施設を設けている。メーカーは三菱不装及び、日野自動車が選択されている。車種としては、三菱エアロスターニューエアロスター、銅エアロミリ、日野ブルーリボン、銅リンボー小型などである。かつては一ドアで座席がハイバックシートとなっている貸し切り。 一般路線兼用仕様の大型車が導入されていたが、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律が施行されたことで貸切路線兼用車両の製造が難しくなったことから、現在は一般路線専用の中型の新車と中古車の貸切専用車を導入している。2002年から2003年には、 初の交通バリアフリー法的号車として三菱不桑エアロミディ MK 画1台が2009年から2010年にはこれも初のノンステップ車として日のポンチョ核1台が導入された。駅島内の周廃郵便局間の郵便物、低送業務を行っており、郵便車使用の2トントラックを2台保有している。子会社の駅交通タクシーは、島内でタクシー事業を レンタカー事業を行っている。また、2013年4月に、一期観光タクシーを事業継承した。ABC 域日報2008年9月6日、発行者説、バスラマインターナショナルナ、no. ンバーワン 13P60、およびナンバーワン1 9 p 6 5 2007年10月から2012年9月までは、郵便事業新福岡支店所管の集配センターだった。 ありがとうございます。